会社の業績に合わせてて給料は上が上っていもうずっと上がり続けているという楽天の場合はですね、いうのもありますし、業界で給料が一番いいという会社になっていきたいなと思っています政府の産業競争力会議のメンバーでもある三木谷社長は、株価も上がっているし、マクロ経済策はいいのではないかと、 安倍政政権のの一連の経済政策を評価しました、また安倍総理が賃金引き上げの要請をしていることに対しては IT 企業は製造業と構造が異なりもともとの給与水準が高いとした上で楽天の給与は業績連動型だとして一律の賃上げには否定的な考えを示しました。